ネパールの大地震による死者は4600人を超え、被害が拡大しています。ネパールの山岳協会によりますと、エベレストで起きた雪崩では17人が死亡、56歳の日本人男性、山形、博さんが亡くなりました。現地のツアー会社によりますと、山形さんは千葉県出身で、中国のドキュメンタリー映画の撮影隊に技術者として参加していました。現地メディアによりますと、地震による死者の数はこれまでに4600人を超え、食べ物や薬なども大幅に不足しています。カトマンズの空港には、各国からの支援チームが次々と到着しています。日本の国際緊急援助隊も27日に現地入りする予定でしたが、各国からのチャーター便で空港が混み合うなどしたため、2度にわたってエンドに引き返しました。28日に再び現地入りを目指します。最後まで動画を視聴してくださり、ありがとうございました。当チャンネルでは、今後も、あらゆるニュースについて、動画を作成していきます。もしよろしければ、チャンネル登録のほど、よろしくお願いいたします。登録は、下の、チャンネル登録、ボタンを押してください。ありがとうございました。